多くの少年たちが血の滲むような努力を重ね自らを高める。しかしそこにたどり着くことができるのはごく一握りの者たち。熾烈を極める戦いを勝ち抜き選ばれし者たちが集うことができるのは栄光への入り口、世界への門である。よし、シュートだ。兄ちゃん行け。やった、兄ちゃんナイス。いいぞ、二人ともいいプレーだ。どう、僕たち世界に行ける？父さんみたいにさ。お前たちなら行けるさ。だけどな、世界への道は遠く険しい。練習を怠けてはダメだぞ。僕たち絶対世界に行く。始まるのか。それはダメだ。なんで？お見舞いの果物って言えばバナナだろ。バーカ、あいつがバナナ食ってるとこ想像してみろ。なんか違うような。だろ、あいつが食うのはせいぜいプリンだ。なんだよそれ。あ、西影、お前も野坂の見舞いか？ああ。まさかそれは野坂にか？野坂さんはスイカに目がなくてな。世界への門。失礼します。ああ、やあ野坂。よう、二人とも来てくれたんだ。なんかすごい部屋だね。わざわざ来てくれてありがとう。うん、もうすぐアメリカに立つって聞いて。そうなんだよ、今は向こうでやる手術のための検査中さ。